ハローエブリワン、どうもプロゴルファーのぬかがです。今日はバンカーのレッスンをしていきたいと思います。バンカーってあれなんですよ、僕ら結構プロアマだったりとかでアマチュアの方とよく回ることが多いんですけど、そのプロとアマチュアの差がバンカーはかなりかけ離れているなっていつも思います。で、今回実はプロは無意識にバンカーショットでやってることがあるんですよ。で、それを理解せず、プロも理解してない人結構います。もうやっぱりジュニアの時から感性でやってますから、そこはもう無意識にできていることがあるんです。で、アマチュアの方は、まあ、社会人になられてから30過ぎて40過ぎて50過ぎてから始める方がいるんで、なかなかその感覚っていうのは、無意識にできることじゃないんです。で、今回提案させていただくのがバンカーショット。僕らプロアマや試合などでやりますバンカーショット、まあ、普通にやるじゃないですか。で、よく言われるのが、すごいね、フェースそんなに開くんだ、まあゴルフが好きで、プロのそういうバンカーショットとかをよく見られている方っていうのは、プロってすごいフェース開くよねって思われている方が多いと思います。まあ、実際開くことによりこのバンスが使えて、バンカーっていうのは一見難しそうなんですけど、まあ、実はこちらの方が優しいと。ただこれ落とし穴があって、プロっていうのはこの開いたフェースの角度、上げて下ろすときにこの構えた時のフェースの角度でインパクトを迎えてないんですよ。これもうみんな勘違いしてしまうんですけど、プロっていうのはこう開いたものを自然と、クラブのリリースとフェースローテーションと自然と入れてます。ここをしっかり理解してないとバンカーショット出ないんですよね。確実に開いたフェース、リリースと同時にフェースのローテーション、フェースのローテーションというのはこの動きです。このローテーションを入れてます。入れてるから開いてるのにボールがスライス回転しない順回転で飛んでいくんですよ。君は少しローテーション入れて、君は少しローテーション入れて、君は少しローテーション入れて、ローテーションの中でボールを捉えてます。もちろん開いてるのがまっすぐになってるわけじゃないんですよね。開いていたフェースがインパクトの時にこうまっすぐ当たってるってわけじゃないんですが、この開いてる角度がイメージとしてはこれぐらいで当たってます。で、リリース、ハンドファーストでこうやって打ちません。開いたものをリリースとローテーションを入れて打っていきます。で、アマチュアの方にもう少し開いてくださいって僕らもついついアドバイスしてしまうんですけど、もちろんそれは合ってるんですが、それと同時にこのローテーションとリリースっていうのを一緒にやらないと、こうなります。開いたこのフェースの向きのまんま当ててみます。よく見る光景ですよね。アマチュアの方のバンカーショットでよく見る光景、出ない。ここからローテーション入んないんで、むしろもうこう下から来るんで開いちゃうぐらい。これではバンカー出ないんですよね。ですからプロはジュニアの時からやってて、もうイメージの中でやってる人が多いので、プロのレッスンでフェースを開きましょうっていうのはこれ間違いないんですけど、それと同時にリリースとローテーションを入れる。ここで構えて今のでこのくらいで打ってますね。
ローテーション入れて打っていく。開いたものを開いたまんまにしていくと飛びません。これプロがやっても出ないんです。でこれはじゃあどのくらいローテーションすればいいのっていうのは、これもう個人なんですよ。プロでも開き方それぞれです。プロでもこう少ししか開かない人います。でもこの選手っていうのはローテーションの幅がすごい少なくて打ってるはずです。タイガーウッズであったりとか、こういわゆる名手の人たちっていうのはめちゃくちゃ開くんですよね。もう平行ですよ、こう置いたぐらい。これだけど当たるときには少しローテーション入れて、スピンのかかったフェースに乗ってる、開いてトップがこう垂れていくようなのではフェースに乗りません。開いてても少しこうローテーション入ることによりボールのアングルからするとフェースが見えてきて、ようやくこのフェースに乗るんです。まあ、ということで、まあ、フェースを開くっていうのはすごい重要なことなんですが、ツアープロもしくはプロ、あとは学生、ずっと学生帰ってたらトップアマチュアの方、バンカー上手いじゃないですか。実はこういう無意識の中で、もしくはもう意識的にやってる選手もいると思うんですが、まあ、大部分の選手が無意識に開いたフェースを閉じてインパクトしてます。これはやはりアマチュアの方にはこう理解してないところだと思うので、今回は開いたフェースをインパクトには少しローテーションを入れてリリースしながらバンカーショットでは捉えていく。よってプロのような開いたフェースでいい音、スピンの効いたバンカーショットっていうのが出ると思います。ぜひやってみてください。